はい、こんにちは、クソゲです。イエスマン監督キャリアを始めていきます。はい、ということで今回から最終章ユーロ選手権ですね。まずはグループリーグを確認していきたいと思うんですが、はい、まあなぜかね、このフィンランドがいると、まあこの B を見てスコットランドがいる時点でなんかおかしいと感じた人はいるかもしれませんが、まあこんな風にベルスイスだったりね、まあ明らかに敗退したであろうチームが出てきてると。いやいや、もしかしたら5位まで突破だったんじゃないのって、もしかしたら思った人もいるかもしれないんですけど、まあただこれそれで考えると、イタリアがいないのがおかしいっていう話になるんですよね。D まであるんですけど。まあちょっと考えてみたところ、このロシアのユーロ予選の票がまあこんな感じになってて、で、フランスは実際出てないんですね。出場してない今回の大会に。だからおそらくだけど多分このユーロの本戦出場チームは、まずこのロシアの出てる予選は反映されてて、それ以外のチーム多分ランダムで選出されてるんじゃないかなーって思ってます。まあそういう感じなんで、だいぶチームとかおかしいことになってますが、あんまり気にしないで、気にしない方向でよろしくお願いします。ということで今日の初戦はユーロのグループステージ、ポーランド戦をやっていきます。はい、この試合のロシア代表のスタメンです。それでは試合をやっていきましょう。さあ、グループステージ初戦、ポーランド戦。まあ、他グループに比べれば正直、運はあるかなと思う。他のグループ結構有力国多いしね。この試合に勝てれば当然突破は出てくるし、まあそして確かユーロは3位も突破できるしね、可能性を最後まで諦めないように。ここに出して、ここ、そばレフキープしてくれ、ダメか。そばレフじゃなくてジャラフだったら可能性あったかもな。いやー、出るか最後、サイド、サイド。カットできねえわ。さあ、ソブリン、あー、ゴロビン。やべやべやべ、開けてる開けてる開けてる。完全に開けてる。ドブにはもうちょっと下がってほしいな。うわ、やっべ、いいところ入ったな、これ。うー、危ねえ、ナイスキーパー。いや、さすが。まあ、ある程度は失点も覚悟してるとはいえ、さすがに先制点をやりたくないけどな。押し来た。いいところ、いいところ。これはいけるんじゃない？もういけるところまで行こう。これはいけるな。あ、ちょっと、こいつ早いわ。こいつが早い。こいつが結構早い。僕、一旦中央に預けて、上がっていいぞ。よしよし、そこ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 。あ、チャロフに、チャロフに出して。チャロフ、マジか。ディフェンダー、いや、いいシュート入ったと思ったよ、そりゃね。最後、またも抜けて。最後、ディフェンダーだもんだって。そりゃ決まったと思うよ。俺も思ったさ。起きた。サバレフ、クソミスター。戻して、ゴロビン。サバレフ。いやー、強いんだよな。あの状況だったら無理にするじゃなくてショートでいいな。完全フリーでしたね、ショートパスにしろ。やっぱあの状況でスルーパスはちょっとずれることも多いね。体勢きついのはわかるんだけどね。通してほしい気持ちもあるけれど、それでも通してって気持ちは当然あるけれど。ちゃ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 、ボランチが行かなきゃダメだって。これキーパー、ラッキーでしかねー、ラッキーでしかねー。ラッキー以外何もんでもねえわ今の。ただのラッキーだもん、これ。びっくりするぐらいラッキー。いやー、ちょっとお互いね、決めきりたい場面が続くね。おー、危ねえ。CA1 個前の CL 決勝とはまるで違う試合になってるな。お互い決めきらないという。押してきた。強く来てくれ。あ、やったぜ、ハンド。こういう大会、こういうところでは大事だぜ。やっぱエリア内のクロスには可能性があるね。ハンドの。さあ、決めてくれよ。頼むぞ、ソボレフ。ソボレフじゃねえか、ミランチュクか。ど真ん中だ。はぁ、読まれた。最悪だよ。OK。あー、どうしようかな。よしよし、マリオ・フェルナンデス、マリオ・フェルナンデス。クロス。チャロフ、チャロチャロチャロフ。まあ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 。まだあるまだある。ゴロビ、ここ。ソボレフに出して。キープ、よし、シュートでいいや。あー、ダメだよな。まあ引っかかるの来ましたけど、ここクロス上げてこないでくれ。よーし、間に合った。はい、オッケー。ロングボール落として立て。シャロフはいけ。使いたいけど無理だな、これは。ミランチク、よーし、ナイスサイド。あー、無理だ。で、中央に出して、もう一回でミランチク、ゴロビン、いいところ、ゴロビン、くー、ダイレクトで行っちゃったな、ミスだな。いやー、マジ前半1点欲しいんだけどな。チャンスはあるわけだし。うっと、あー、ダメか。
いやーダメだこれ。くそ、通ったとしても多分オフサイドだ今のは。カット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 、はい終わった、はいもう終わった。キーパー頼む、はあ神、マジで神、神でしかないマジで。いやーラッキーでしかないわ今の。よし前半終了だねこれで。なんだろう、お互い決定機を無駄にした感があるな。 0-0 だけどお互い決定力に欠けるな、なんというか。今のそんな石くるパスですか、プレス来てたとはいえ。同じとこ来る、ここいやー前行ってほしいんだ、いやーそうじゃねえって。終わった、そんなところ行っちゃうの。 OK、 ここ下がって、よしよしよし、下げてくれるならマシ、下げてくれるなら大丈夫。やべやべ、ここ中盤が OK、 ナイスタックル。いやー早いって奪い返されるの、秒で奪い返されるのやめてマジで。カット、これはできるよ、さすがに高、いやだからパスの精度よ。おっ、あぶねえマジで。ちょっとずっと流れ悪いまんま、今のところずっと悪いよマジで。どうにかしよう、クリア、サイド、よしよし、ここ走っていこう。あーダメだなこれ、普通に前に来る。ジーキアから立て、ここ立て、入れて上がってくれ、誰でもいいから上がってくれ。あー上がりが悪いんだよな、ほんと裏抜けを誰もしないんだよな。一応指示してるやつはいるんだけどな。何何シュート、あーくそ、一か八かだったんだが間に合ったか。ディフェンダースピードはないからな、はっきり言って。みんなフィジカルはあるんだけどスピードは本当にないから、スピードでちぎられたらマジで終わる。そう、マリオフェルナンデス、そう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 、クロスいけ、落として、いやダメだ、いやーキープしてるだけだマジで。あ、ここ来た、しかもオフサイズだし。よし押し切った、サイド、だからさ終わるタイミングさもっと早くあるじゃん。まあイーブン、まあイーブンで決定機のおかずも大体多分一緒ぐらいだろうな。うち PK もあったしな、でチャロフの股抜きシュートもあったし、まあ内容からすると引き分けが妥当なところなんだけど、あんまり良くはないな結果として。3試合で決まっちゃうからな。はい、続いての試合はグループリーグ第2節スコットランド戦です。はい、この試合はヒーローナット選手を入れ替えています。それでは試合をやっていきましょう。ちょっとこの試合勝たないとな、グループリーグ突破がいきなり怪しいからな。次スペイン戦だし、スコットランドより弱いとは思わないからな。なんか攻撃も守備もなんかあと一息欲しい感じなんだよな、いまいち。思い切って、でここだね、空いてる、でここサイド空いた、よし、オッケー、で中央、よーし完璧、いいところ上がってくれ、こっちを空いてる、さあ誰か、シュート、うわー惜しい、結構いいコースだったけどな。戻して、いやー戻しが運命ところできっちりディフェンスしてくんな。あそこまで行ったら手詰まりになっちゃうんだよな、この戦術。あそこまで行ったらサイドからどうにかするしかないんだろうな。あーこれダメだ、戻してくるか、オッケー、ナイス、いやー触ってんのにな、終わるな、ハラッキー。いやー待って、あーこれまた相手かよ。ちょっとロシア代表本当に動きが重い、みんな使いづれえこと、この上ね、オッケー、よしよし、ハンド、ハンド、そこでハンドすんなよ。聞いてくれな。はあ、アップね、コース良すぎ。OK、上がって、立て。そこしかねえけど、ロシア代表マジみんな動き重いからな。そう、全員動き重いわ、ほんま、漏れなく重い。ここ、サイド、よし、来た来た来た。ラスカゾフ。シュート、よーし、先手で危ねえ、なんとか取れた。ずーっと危ないシーンしかなかったけど、いやもうずーっと危なかったけど、なんとかいいところにサイドバック上がってきたな。チーム初ゴールがサイドバックって、
やーロシア代表なんかいまいち波に乗れないな。まあとりあえず先制点取れてよかった。ちょっと飛ばしちゃったけど、能力値的にはめちゃくちゃ強そうなんだけどな。なんか使ってみるとなんかみんな動き重いし使いづらいなって感じなんだよな。よし、ナイスロングボール。起き上がってここそこ、いやーそっちか。まあいいわ、通りはしたし。一応ここにここよしよし、シュート、いやーそれは決めてくれ、マジで決めてくれ。ドフリーだったじゃん、まあ、ファールだかハンドだか知んないけど、立て、よし行って上がって、ここ空いてる、中央空いてんだけどな、空いたんだけどパスは出ねえんだよなそこに。オッケー、ここ空いてる、もう一回通った、よっしゃ2点目、ラッキー。なんだかんだ2点取ってるけど、なんか形がこういう形があって攻めれてるという感じじゃなくて、本当成り行きで攻めてる感じが強いからな。慣れればもうちょっとマシになるのかな。やっぱ攻めに形がないからな、苦しいんだろうな。ロシア代表奪える、ロシアナイスカット、サイド上がって、よし、あー、いや、とりあえず上がるとこまで上がる。もう一個、いやー引っかかった、一回戻して中央かな、これはゴロビン、いやーここ中央いてくれ、ここに、うーダメか、惜しい。まあとはいえ最初よりかは攻めれてる。カット、 OKOK、 そこちょっと危ねー、中央、いやーギリギリ、おー通るんかい、ナイスパス、ここもう一個、おー出たシュート、はぁーさす、ちょっとニア狙いすぎかな、シュートの威力良かったけどね、ワントラップはうまかったけど、シュートの威力も良かったけど、あとは決定力だけやな。まあ前半とりあえずこれで終わりかな。やー終了、ここまで安心感のない D0 は久しぶり。守備も何とか守りきってるって感じだしな。外も来る、来たくる、クリアクリアクリア、おーナイスキーパー、ヌルネフ、キーパーの頑張り、おー危ねえ危ねえ、キーパーの頑張りが無駄になるところだった。よしよし、ナイスパス、オッケー、中央、よしよし、前、オッケー、ナイス、こいつならキープできる。サイド、よし、オフサイドなんだねこれ多分。お、ないよ、マジ、やったやったやった、うわー誰も来てくれねえ、シュー、いやーマジか、時間使わせればねこっちの勝ちやから、グリグリグリ、やばい、それはやばい、マジでやばいです、お願いします、あーナイス、中央もう一回回して下げて立て、お、よしゴロビン、ナイス、いい抜き出しちゃった、シュート、はー決まらねー、またコーナーはチャンス、来た来て来てくれ、もう一回、くっそー、はい、そして誰もいい、違う、カーソルなんで、ああどれだからいいけどさ、カーソルなんでそいつには、そいつにしか合わないの、ここ来てくれ、シュー、はー、おーし、マジかよ、まいまい、コーナーで時間使えてるうちが花だから、お来た、はい、落として落として落として、そうそう、それでいい、もう一回放り込め、あー勝て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 勝ちゃい勝ちゃい、よしよしよし、いいぞいいぞ、クロス来てくれ、競り方よ、ゴロビンが決まったもう空中戦で勝負するしかねえなこのチーム、いや決まったね、もうぐちゃぐちゃの中でゴリ押しだったけどね、ほんと空中戦強いなロシア。アレクサンドル・ゴロビン1ゴール初ゴールド、いやーユーロなんとか勝てそう、2試合目は危なかった、いやーこの守備にしてから安定しだしたな、よし、あぶね、こういう時はもうロングボールだ、放り込め高いやつに、そうそうそう、それでいいそれでいい、せっかく190超えが2人もいるんだから生かさない手はない、よし来た、ゴロビンクロスいいぞ、ファゴーッシュ、あー終わったかなこれは、出た、よしじゃあ終了、3対0、なんとかやっと戦い方の軸が見えてきたわロシア代表。ああでもスタッツだけ見ると、まあでもこんなもんかな、確かに 3-0 の内容ではなかったわ、
まあ、ちょっと相手のゴールキーパー能力値があんまりちょっと高くなさそうだったからね、それに救われた感はある。はい、続いての試合はグループリーグ第3節スペイン戦です。はい、この試合も廣中選手を入れ替えています。それでは試合をやっていきましょう。さあ、スペイン戦いよいよ、まあ第3戦、まあこっから大事になってくるのは得失点差だね。とにかく負けるにしても最少失点か、とにかく点を取ること、最悪負けでもいい。この試合は縦パス入れるよりかは状況の改善になるかもしれんな。9番までクソでけえし、ソボレフはマジでできるからな。よしよし、お、守備守備、とにかく守備集中しよう今日は。いや、トラオレいるし、今気づいたわ。おやるサバル、ガヤ、クロスはある程度もう入れさせるぐらいのつもり。ちょっと時間を使わせる、大事。もうボールを奪いに行くんじゃなくて、もうある程度時間を使わせるぐらい。いやー、空いてるわ。うわ、ラッキー、ロドリがシュート打ってたら絶対決まってた。まあこれは直接はさすがにないな、高さあるし。ここら辺来た来た、完璧。うわー、完璧だったな狙い。いやー、でもロドリがいるからな、狙いずれ。来た、はーい、来てない。シュート、オッケーオッケー、シュッシュッ、おお、弾き返された。困ったらロングボール。ああ、もう困ってるね、正直だいぶ困ってるよ今。ここ出して、ここオッケー、そうそうそう、それでいいのよ。いいじゃん、めっちゃこの戦術いいじゃん。困ったらロングボールめっちゃあるじゃん。ここよし、サイド空いてる、よーっしゃ、ナイスパスで、はい、クロス来てくれ、おっしゃ、はい、移動、先制点。いや、もうとにかく高く、とにかく浮き球。まあ勝てりゃ1位突破だしね、勝てた方がいいのは間違いない。とにかくこの高い、とにかく浮き球で攻めていく形いいわ。マジでチャロフ初戦はいいところ全くなかったけどな。さあ、これで1点リード、リードはでかい。それ引き分け、引き分けか勝つのが最高よ。いやー、そうなんだよな、縦パス意外と飛んでんだよ。もうロンパスで競り合わせるのが一番いいな。 OKOK、 とにかく中央意識、中央意識、中央とにかく意識。サイドに出されるのはもう OK、 モレノが出してくれな。まあ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 、やべやべ、そこあんまり無理に行くなよ、詰めるなよ、奪いに行こうするな。サイドに出されたら OK ぐらいで、そういう気持ちで行こう。やべ、パスコースあるんだよな、そこクリアしたかった。いやー、だよな、トラオレ速さが違うわ。やられたな、完璧に。初失点が今大会。いやー、まあそこはサウールを防ぎきらんかったミスだけど、まあスペイン代表正直防ぎきるのは難しい。頭取らわれ、いや、いい距離だなこれ。あ、狙えるじゃん、ミランチュク。これ多分フルパワーぐらいじゃないかな。あ、やべ、あ、でもいいわこれ。あー、いっ、キャッチか、やっぱフルパワーじゃないとダメだな。よし、オッケー、上がって、よし、サイド、中央、起きた、は、はい、ソボレフ。いやー、いやー、なんでトラップしたんだよ、お前もあるわ、押してただろ。なんでこぼれ球に対してトラップして、まあいいわ。まあ前半終了11は9大点だね。まあもうちょっと点欲しいけどな、最後のチャンスもったいなかったけど、なんかシュートしなかったんだよな、なぜか胸トラップしたし。ここ、ここ、まあ守るしかねえ。よしよし、まあまあ一回下げさせて。早い時間帯での失点は避けたいけど、パスめクリクリクリ、ほーキビキビ、オッケーオッケー。さあ、これは大丈夫だ、よし、追いかけて。意外とスペイン代表ハイプレスじゃないんだな。そうそうそう、それでそれでチャロフチャロフ、おっせー。フィジカルは誰でも強いな、割とマジでロシア代表本当にフィジカルは全体的に強い。で、中央戻して、ここはもう一回サイド、よし、そうそうそう、チャロフナイス。クロスいきますか、ファー、ソバレフ、来たお前何なんだよその高さ。カット、オッケー。いや、もう今こうロングボールでいい。ほんとロングボール強いな、このチーム。ロングボール戦術めちゃくちゃ合ってるな。こういってくれ、ソバレフ。いやー、ダメか。わー、でもロングボールめっちゃいい、マジで可能性ある。ソバレフ来た、うわー、来なかった、私奪えなかったし。成果で、成果で、勝てる勝てる、
いやなんで負けんねん。マリオ・フェルナンデ、はい、いや誰だこいつ。オヤルサバルか、そりゃ早いわ。まだ来る？オッケーオッケーオッケー、よし。いやあミスった。いやそこ誰も行ってねえな、マジでまずいって。オッケーオッケー、よーしよしナイス対応。いやうめえ、それはうめえ。いやうまいこと繋いでくるもんやな。もうお二人で回してる間全然見えなかった、サウル入ってきたの。守りきれてると思ってたんだけどな。やっぱチャンス決めきんないとこうなっちゃうよ。決定記録が違うんだから。まあでもリードされるのは正直計算内ではあるから、とにかく失点するな、これ以上。もう失点するな、もう失点しないでくれ、これ以上は。ベジェリン、うわー、あやばい、これマジでやばい、これはやばいぞ。さあ失点目まずい、下がろう。 OKOK、 サイドはここはとにかく縦に行かれないように、縦に行かれないように間合いを取って。いやー中央も嫌なんだよな。よっしゃ、いやー奪え、 OK。 いやークリクリアだって、クリア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 、 OK。 危ねー。さあどうするかなここ。まあマリオフェルなんですかねここは。いやー待って、下げるの間に合わない、それ終わった、これは終わった。ククレジャー、はい、やいやもう終わったわこれは。もうクロスはしゃない、クロスは確保。よし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 、あー足元で回してこないで。いやマジでそれが一番嫌なんだって。うおーラッキー。さてサイド、いやーマリオ・フェルナンデスに出したんだけど弱かったかそれ。うわー最悪、これ中央に見返すパターンか。はい終わった、あーラッキー。おわー、なんで取れないんやお前は、そこまで近づいておいて。フリーすぎだろそれは、それは開けすぎだよさすがに。いやまあ完璧なダイレクトボレーだったのもわかるけど、さすがにフリーにしすぎ。そんだけフリーにしたらそれは決めてくるって。フリーにしすぎたらさすがにそのポジション。ファビアン・ルイスか、3対1ってどうなんだこれ、突破できる。ロングボール、そうそうそれでそれで終わりだね。どうだこれ突破できたかな、なんか雰囲気あんまりないね。あーシュート数うちの方が多いんだ。私シュートは打ってた印象だな、全然決まる気配なかったけど、枠にすらいかねえシュート多かったけどな。ソボレフの前半のが決まってりゃな、まだ違いは違ったかもしれない。まあとりあえずここまで来たらもう突破できてるかどうか祈ろう。まあなんとか突破できたみたいだね。得失点差差危ねえ1だし。いやてかやっぱポーランド勝ったか、スコットランドに。スコットランド3連敗と、よかった、なんとか突破確定と。で A がまあ3勝3 A がまあドイツとベルギー、まあ順当で、 C がイングランド、オランダ、D がルーマニア、トルコと。いや D だけなんか急にレベル落ちてね。こうなるとさすがに次は誰だいな、ダントツでルーマニアだな。はいということで今回はユーロのグループステージ3試合をやりました。まあよかった、得失点さえなんとか突破できて。スペイン強いよ、だから次の相手かな、イングランド、ドイツ、ルーマニアのどれかと。お願いだからルーマニアと当たってくれ、そうすれば勝てる。ということで今回の動画はここまです。それではご視聴ありがとうございました。